やあみんな、僕やで。今日も僕らの都市伝説やっていきたいと思います。前回、よいしょ。柳沢の提案、田畑の提案っていうのを1回目にやりましたね。で、これで新興宗教なんちゃらかんちゃらみたいなやつのお話になりました。で、その次、島と寺尾の話で、一つ組みました。で、その提案の中から出てきた都市伝説が、カッパの幽霊というものでございましたね。で、今回は、これね、エンディングが6つあるらしいのよ。で、これ1個でしょ？上2つで。で、下2つで2個目でしょ？で、間を取ったら、まあ、3つ、4つでしょ？で、今度、端と真ん中で5つ、6つってなると思うんだよ。だから、そうだな、1、2、いったかな。今日、行けたら3と4みたいよね。まあ、3と4になるのかどうかわからんけども。とりあえずこの柳沢の提案と島の提案でいこうかな。で、今回初めて見てくださる方のために一応ね、説明しておくと、みんなが一人ずつそれぞれ提案を出していきます。で、この子の場合は、心霊スポットを作るのがいいと。で、心霊スポットを作って、その話で都市伝説を作っていこうよって感じですね。で、その次、田畑の方が、人間が怖えと。その人間の怖さを使って都市伝説作れば面白いんじゃねっていう感じですね。はい。で、3人目、島の提案。こちらはお化け。お化けの話どうかなということですね。まあ、これはこれでバリエーション確かにね、豊富だし面白いかもしれないね。で、4人目の提案、テーラーを。未確認生物、まあ、ユーマですね。まあ、この手の話でいけばどうでしょうかってやつですね。よし、じゃあ今日はこの柳沢の心霊スポットの提案と島の、幽霊の話を混ぜて都市伝説を作ろうと思います。相談にしましょう。柳沢の提案、やっぱ心霊スポットよ。舞台は大事だね、確かに。と、島だね。いいよ、全然無理してない。よし、じゃあ4人でお話作っていこうと思います。どんな話になるんでしょうか。4人はそれぞれの提案を選び、ああでもないこうでもないと騒ぎながら噂を作り上げていった。はい。やがて日も沈みかける頃、ようやく一つの噂が完成した。何？ん？いい雰囲気。なんて読むのこれ。宮白橋、宮白橋。あ、ちょっと読めないわ、ごめんみんな。宮白橋、なんだろう。宮白橋って読むね、ごめんね。宮白橋のおばあさんってお話。三郷川中学横の川にかかっている宮白橋やって、みんな。宮白橋に夜中の2時に行くと、後ろから見知らぬおばあさんに声をかけられる。うわ、怖っ。その声に振り向くと、おばあさんは橋から落ちてしまう。どういうこと？夜中の2時に行くと、後ろから見知らぬおばあさんに声をかけられて、振り向くとおばあさんが橋から落ちる。自分勝手。すごく自分勝手だね。何？やめて。落ちたおばあさんを見ようとして橋の下を覗くと、川に突き落とされる。うわ、二重に怖い。二重トリックを使ってきやがる、このおばあさん。学校の横に出るってのがいい。そうだね。怖いね。まさに地元の心霊スポット。しかも最後はお約束みたいなオチ。大人気スポットに大変身する予感。そう。彼らはね、とてもとても暇な中学生4人組です。で、どうしても話題が欲しい、面白みが欲しい、ワクワクしたい、ドキドキしたいということで、こういう話を作っております。で、それを広めてみんなでワクワクしようぜって感じですね。それになんか色々考えちゃうよね。おばあさんに何があったんだろうとか、妙なおひれやエピソードがついたりしてね。あはは。どうなるんでしょうか。ひとしきり話し尽くした4人は同時に大きく息をついた。気づけばあたりはもう暗くなっている。よし、無事に噂もできたし、そろそろ帰るか。あ、このパターンの時はね、結構いい都市伝説ができた時ですね。前回のね、カッパ幽霊の時は、みんなちょっと、なんて言うんだろう。自信なさげに作っておりましたね。広めるのも広めにくいみたいな。各自周りの奴にしっかり噂広めとくように。3人は柳沢の言葉に景気よく了解と返した。満足顔の4人はそれぞれ帰路につく。
住み慣れた地元がワクワクするような場所になることを無双しながら。うん、いいですね。いい話になったっぽいね。彼らと同じようにまた周りの人間も娯楽に飢えていたのだろう。うん。4人の想定よりも早く噂は広まっていった。お、今回はうまくいきましたね。宮代橋のおばあさんね。そういう地元のやつって怖いよね。ねえ、友達がさ、見たって。宮代橋の。おばあさん？突き落としてくるっていう？それ。肝試しに走りに行ったら声かけられたけど、振り返らないで走って逃げたってさ、怖っ。そのおばあさん、なんか認知症だったらしくて、介護に疲れた家族が橋から突き落としたとか。あ、尾ひれついてきてるね、どんどん。うわぁ、まだ死体見つかってないんだろう。有名な YouTuber があそこで動画撮ったけど、有名な YouTuber が撮りに来たんだ、わざわざ噂を聞いて。だいぶ広まったね。やばすぎてオクラになったって。いや、多分何もなかったんだと思うよ。その YouTuber って誰？確か YouTuber？マジかよ、そんな尾ひれついてんの？うん、その YouTuber が誰かっていうのがいろいろ名前が上がってるみたいだけど、柳沢くんすごいの考えたね。ギャハハハハハ。まあざっとこんなもんよ。この柳沢っていうのが一応この物語の主人公的な役だね。どの話でもこの柳沢くんが噛んできます。うん。誇らしい気分で胸を張る俺に、島は友人から送られてきたらしき LINE を見せてきた。その画面には多分この YouTuber だよというメッセージと動画のリンクが貼られている。うん。それを見て俺は一層笑いがこみ上げてきた。まあ噂を作った本人たちだからね、嘘ってわかってるから何言ってんだこいつらって思うよね。みんな嘘つきだよな、ほんと。俺も人のこと言えねえけどさ、遊びで言ってるって点も同じだと思うよ。 YouTuber に風評被害がいかないといいけどね。俺たちが流した宮代橋のおばあさんの噂はありがちな都市伝説っぽさも相まってものすごい範囲に拡散されていた。なるほど。俺たちが通う中岸中学以外にも、それこそ橋が隣にある三里川中学でも大いに話題になっているらしい。なるほど、他のところにも行ってんだね。あの橋全然人の通らない橋だったのに、夜になったら少し騒がしくなっちゃったりしてさ。あー、それはちょっと迷惑かもね。なんか近所の人に迷惑かかっちゃったかな。この島はね、とてもいい子なんだよ。うん。近所の人ってそれは島もだろ。僕はいいんだよ。噂が広まるにつれて、俺と田畑と寺尾は周囲の反応を楽しんでいたが、橋の近くに家がある島は日に日に顔に罪悪感をにじませているように見えた。まあまあ、宮代橋を指定したのは俺なんだからさ、仮に何か起きたとしても島に責任はないから気にすんなよ。柳沢くん。島は少しだけ苦い笑みをこぼした。でもさ、僕ちょっと考えてることがあるんだ。ん？なんだよ。僕も2時に行ってみようかなって思ってるんだ。毎回さ、これカッパ幽霊の時もそうだったけど、島自分から巻き込まれに行ってるとこちょっとあるんよね。え？なんで？島の言葉は全くの予想外だった。俺たちが作った噂だというのに、なぜわざわざ出向くんだのか。まあ嘘だって分かってるのにね、わざわざ行く必要はないよね。いないと分かっているのに。あのさ、笑わないでよ。あの橋って前から不気味だったじゃん。柳沢くんが舞台に選ぶくらいだし、あの橋に話を付け足したのは僕たちなんだけど、なんか島は何か言いにくそうに頭をかいている。あそこって本当に何もないのかな。なんでそんな怖いこと言い出したん急に。え？いや、柳沢くんの言う通りさ、みんな嘘つきすぎるような気がして。要領を得ない島の言葉に俺はひたすら首をかしげた。よくわからないが、おそらく考えすぎているんだろう。島はそういうやつだ。そりゃお前みんな承認欲求の獣だからさ。承認欲求の獣。
すごい言葉出てきた。承認欲求の獣。素晴らしい言葉だね。なあ、そうだね。僕もそうだね。注目集めるために何でもかんでも嘘ついてんだよ。みんなそういうもんなんだって。そうなのかな。だから島としてはみんながあまりにも嘘つくから、もしかして嘘じゃないんじゃないって思ってるってことだよね。うん。本当はなんかあるんじゃないって思ってるってことだよね。そうそう。島みたいな純粋な人間とは真逆の卑しい連中だよ。むちゃくちゃ言うてんな。だからお前が気にすることはないってわけ。わざわざ言ってもアホな連中が溜まってるだけだぞ。うん、分かった。シマはようやく納得したのか、軽くうなずいてみせた。なるほど。どう展開していくんだろうね。だいたいこの都市伝説、僕らの都市伝説シリーズは噂、嘘がどんどん現実になっていくっていうのが面白みの一つです。相変わらずこの数ヶ月の間、長い間広まったね。噂は拡散され続けていた。今や校内で知らない人間はいないだろう。すごっ。みんな一様にして目を輝かせながら噂話に花を咲かせている。こんなに広がったん今回初めてじゃない？俺たちの作戦は見事実を結んだというわけだ。とうとうこんなものまで出てきてるみたいだぞ。何？宮代橋のおばあさんまんじゅうとかそういうこと？休み時間に4人で話していると、田畑が俺たちにスマホの画面を見せてきた。画面に映っていたのは明らかに合成であろう宮代橋の心霊写真だった。うわぁ。雑だなぁ。もうちょい頑張れよ。そこら辺の素人が作ったんだろうからしょうがないよ。田畑は画面を自分に向き直し、ため息を吐いた。とんでもない。素人にしては切り抜きがうまいですよ。噂は高校生にも広がっているらしいですから、きっと知識のある高校生が作ったんでしょう。ファンアートといっても差し支えないのでは？ファンアートではないな。宮代橋のおばあさんのファンアートではないよ。呆れる俺と田畑とは対照的に、寺尾は感心したようにうんうんとうなずいている。宮代橋のおばあさんはもうすっかり地元の都市伝説として定着してくれたようだ。なるほど、面白い。噂を広めている奴らは、まさか俺たちが考えたデタラメな噂だとは思ってもみないだろう。影の黒幕みたいでワクワクする。あら、島。しかし盛り上がる俺たちよそに、島は相変わらず暗い顔だ。ここしばらくはずっとこんな調子。おい、島。そんなに気に病むなって。前も言っただろ。あ、いや、違うよ。ちょっと最近体調悪くて。わあ、また島に何か降りかかってきてるパターンかな。なんかあんまり頭回らないんだ。ごめんな。そんなんで学校来て大丈夫かよ。熱とかあったらやべえぞ。そんなにひどいわけじゃないから大丈夫だよ。ほら、僕天気で体調変わるタイプだから。うわ、大変。すごい繊細。大丈夫かな、生きていけるかな今後。島はそう言いながら窓の外を指さした。外には今にも雨が降り出しそうな重たい曇り空が広がっている。そういえば最近はずっとこんな天気だ。僕、雨が近づくと頭痛がするんだ。あれなんて言うんだっけ、なんかあるよね、偏頭痛だっけ。なんか天候とか気候が変わるとなんかね、頭痛が出ちゃうみたいな、そういう体質だから大丈夫。島はそう言いつつも、溶けていくようにどんどん体を椅子に沈ませていった。やはり辛そうだ。だいぶ体調悪いね。なあ、無理すんなよ。きつかったら保健室連れてくよ。ありがとう、柳沢くん。でも僕、誰にも迷惑かけたくないんだ。ごめん。友達には迷惑かけてもええんやね、島。言い終えて、島は机に突っ伏してしまった。島がそういう体質だというのは初めて知った。もしかして今までも無理していたりしたのだろうか。あまり人の世話になりたがらないやつだから少し心配になる。おい柳沢、島に突っかかるな。休ませてやりなよ。
田畑と寺を持つ突っ伏す島を心配そうに見下ろしている。別に突っかかってるわけじゃねえけど。まあそうだよね、心配してるだけだからね。でも確かに今の島に触れるのは良くないのかもしれない。俺たち3人は島を刺激しないように先ほどより声量を下げて会話を続けた。なるほど、だいぶ体調悪いね。相当しんどいんだろうね。学ぶ、ご飯よ。学ぶっていうのは柳沢ね、赤いメガネの子。学校から帰り、部屋で爆睡していた俺は母さんの声で目が覚めた。最近学校の雰囲気は橋の噂で活発になり、その空気に当てられて疲れやすくなっているみたいだ。家に帰ってくるとすぐさまベッドに倒れ込んでしまう。はーい。俺は目をこすり、横に置いていたメガネを掴んで、カレーの匂いが漂うリビングへ向かった。いいね、カレー。なんかお家でさ、家族の方と住んでる時さ、カレーの匂いが家の中でするのってすごいいいよね。羨ましい。僕はまあちっちゃい頃から結構一人で住んでることが多かったっていうか長かったので、このお家の中から料理の匂いがするっていうのがあんまり経験ないんだけど、いいよね。素晴らしい。あんたのところ、あ、じゃあ、あんたこのところか。帰ってきたらすぐ寝るね。まあね。寝る子は育つっていうし、いいけどね。一回寝た方が宿題も集中できるだろうしね。そうそう。俺は首まじりに適当な返事をし、食卓に座ってテレビのリモコンをいじった。夕飯の時にテレビを見るのが好きな俺は、食べる前に必ず面白いチャンネルがないか確認してからご飯に手をつけている。なるほど。学ぶ、今日父さん見たいテレビあるからリモコン貸してくれ。先に食べ始めていた父さんが俺の方に手を伸ばしてきた。何見んの？学ぶ、あんたいつも好きなの見てるんだから、たまにはお父さんに譲りなさい。へえへえ、仰せの通り。何この幸せな家庭。なんかムカついてきたわ。ハッピーすぎるやろ。しぶしぶ俺は父さんのこちらに向けた手を無視してリモコンを滑らせた。そんなことは気にも留めず、父さんはリモコンを掴むとパパパッとチャンネルを切り替えた。するとテレビにはつまらなさそうなニュース番組が映し出された。あ、わかる。このなんかね、大人ってニュース見たがるからさ、違うのよ、バラエティみたいねんな、ご飯食ってる時はって思ってるんだよね、子供的にはね。まだ早かったか。父さんはリモコンを机に置き、再びカレーに目を落として食事を再開する。正直ニュースは好きじゃないが、父さんの好きな番組が次に始まるようなので、我慢せざるを得ない。めっちゃ噛むな、今日。いただきまーす。俺も父さんに続き、カレーを口に運んだ。本日未明、何々県浦越市の宮代川から白骨遺体が見つかりました。宮代川。宮代橋の下に流れてる川のことじゃないか。やだ、これあそこの川じゃない？物騒だね。食事中に聞く話じゃないな。父さんは苦い顔をしながらチャンネルを変えてしまった。俺は、カレーの味がよくわからなくなった。なんか柳沢毎回巻き込まれんな。学ぶ、ニュース見ましたか？夕飯を終えて部屋に戻ってきた瞬間、寺尾から電話がかかってきた。お前も見たのか。びっくりして大声上げて弟に怒られました。そっか。俺はまだ動揺で頭が回らず、何一つ話せる言葉が見つからない。田畑と島はニュースを見ただろうか。宮代橋のおばあさん、俺たちが作った架空の噂話、その架空の心霊スポットから本当に白骨が見つかった。これは偶然なんだろうか。こんなことってあるんだろうか。噂の話題性が高まった。奇跡的だ。俺たちは天才だと喜ぶべきなんだろうか。それは違う。さすがの俺でもそこまで倫理観が死んではいない。でも他に何と思えばいいのかわからない。どうしようもなくモヤモヤする。
先ほど勝明と雄太郎にも連絡しましてな。二人ともニュースを見たらしく、島に至っては今から橋に行こうと提案してきたもんだから、学の返事を聞いてからにしようということになりまして。今から？お前もう9時だぞ。大丈夫、自分たちはすでに親から了承を得ております。早いね。明日学校で使うノートを買ってくるという名目で。マジかよ。いやまあ俺も親がいいって言うなら行くけど。よし、ではいざとなったら先ほどの言い分を使ってくださいよ。自分たちは先に三里川中まで行ってるから。では。寺尾は俺の返事も聞かず、興奮したまま通話をぶち切った。考えていても仕方がない。そもそも俺一人で噂を作ったわけではないんだから、みんなで話していればなんてことなくなるかもしれない。なるほどね。いや怖いね今回ね。今回はもう全員で見に行くパターンなんだ。もう全員で関係してくるパターンなんだね。どうなるんだろう。俺は父さんと母さんに許可を取るため深呼吸して部屋を出た。お、夜バージョンだ、珍しい。無事親に了解を得た俺は、蒸し暑い夏の夜に繰り出した。あんた勉強しないくせにノート買いに行くの？と若干疑いの眼差しを向けられたが、これからは心を入れ替えて勉強すると宣言することで何とか納得してもらえた。今後今までサボっていた宿題やら何やらを真面目になさないといけない羽目になったが、まあ、それはしゃあないね、やりなさいちゃんと。待ち合わせ場所に向かっている途中、今度は田畑から電話がかかってきた。よう柳沢、大丈夫か？今向かってますよーん。そっか。島と寺尾は先に橋に向かったんだけど、俺お前に聞きたいことがあってさ。なんすか？島がさ、丸一日喋んなかった日あっただろう。おとつい。え？島が？うん。でお前が一方的に島に構ってさ、島何も言わないで机に突っ伏してただろう。あったあった、そんな日あったね。元気ない日ね、体調悪いって言ってた日。ん？あれ、おとつい島が喋らなかった、一言も。いや喋ってたよね島ね。なんて言うんだろう、天気が悪い日は頭痛がするとかね、体調悪くなっちゃうなみたいなこと言ってたよね。いや喋ってたよ、天気で体調が変わる体質だからとか言って。あ、やっぱり聞いてるよね。で俺保健室行けよって。そんなの初めて聞いたな。お前が島に保健室行けって言ってたのは覚えてるけど、島は何も喋ってなかった。あ、だからなんか変な感じやったんや。なんで心配してんのになんか突っかかんなみたいなこと言うのかなと思ってたけど、みんなにはそう見えてたの？しかも天気で体調がどうたらって、それ気象病だろ。島はそんな体質持ってないよ。何、怖い怖い怖い、何お前な、今から橋行くからって趣味悪いよ。俺が嘘つくの下手なの知ってるだろ。あの日は本当に島一言も喋ってなかったんだ。寺尾も見てる。お前一人がずっと島に喋り続けてたんだ。うわ、何だからちょっと変だなって思って。何の話だ。あの時島は確かに天気で体調が変わる体質だと教えてくれた。田畑はその時俺のすぐ横にいたんだ。さっきまで暑さから伝っていた汗はいつの間にか冷や汗に変わっていた。怖いね、何これ、どういうことやろうか。寒い、夏とは思えない。あー、まあ言いたくないならいいや、また後でな。いや、やめてその切り方。この妙な雰囲気を察してか、田畑は通話を切った。俺は田畑の言葉が頭から離れず、たった一人夜道に立っていることが怖くなり、三人の元へ急いだ。まあ、9時とはいえね、怖いよね。白骨死体か。さすがに回収された後だな。たどり着いた橋の入り口は予想通りというか案の定立ち入り禁止になっていた。橋の上まで行くことはできない。それは本当にこの橋の下で骨が見つかったという証拠に他ならなかった。
タバタは興味深そうに橋の下の川を眺め、寺尾は肩を落とし、島は黙って橋を見つめている。俺たちが作った架空の都市伝説、宮代橋のおばあさん。それは本当に架空だったのか？俺たち作らされたのかな？え？白骨ってことはさ、長い間この下にあったってことだろ？多分。なんか、例えば誰かに見つけてほしくて、俺たちに話を作らせたとか。なるほど、そういう考え方もあんのね。なるほど。なかなかドラマチックな話ですな。漫画みたいだ。寺尾はさっと顔を青くし、声を震わせていた。考えすぎだ。偶然だろうよ。もう帰ろ。田畑は何も気にする様子はなく、俺たちに背を向けて来た道を戻り出した。寺尾も慌てて田畑を追いかける。島、帰ろうぜ。未だ橋を眺めている島に一声かけてから俺も二人の後を追った。俺もこれ以上ここにいたくない。明日からこの話をするのもやめよう。俺はこの意見を忘れることに決めた。まあそう簡単に忘れられへんやろうけどね。でもこ、何？なぜ、わかった。島か、これ。エンドに、宮代橋のおばあさん。わーお、怖い終わり方したね。何？なんか、後引く終わり方したね。こういう終わり方、ちょっと続き気にな、まあでも、だから島に乗り移ってたのかな、もしかして。なんかさ、その都市伝説作ってる時に、もうそのおばあさんが、まあ、おばあさんかわかんないよ。あの、白骨死体になってた人の霊が島に乗り移ってて、で、島に乗り移ってた人が実は気象病で、そういう体調が悪くなったりしてて、みたいな。なんだろう、なんかそういうのもあったのかもしれないね。わかんないけどね。いやー、今回もちょっと怖かったね。なるほどね。こういう都市伝説のパターンもあるわけだ。あー、面白いね。まあ、では次回は、今回この柳沢島って言ったんで、次回は田畑と寺尾にしようかな。それとも柳沢寺尾にして、柳沢のシリーズを全部見てみようかな。まあ、なんかその辺ちょっとこう考えてみたいと思います。よし。はい。というわけで、僕らの都市伝説、見させていただきましたが、また次回お楽しみにいただけたらなと思います。というわけで、僕でした。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。